藤和恵です。今この場をお借りしまして、このレストアに携わってくださった会社の方々、スタッフの皆様に本当に心より感謝申し上げる、申し上げます。ドキドキしちゃってありがとうございました。ちょっとまだ私も見ていないので、どんな感じなのかちょっと想像もつかないんですけれども、本当に楽しみにしてました、この瞬間を。はい、ありがとうございます。では早速お見せしたいところなんですが、はい、その前にですね、この約半年間について伺っていきたいと思います。松村さん、伊藤さんにはレストア期間中に代車としてキックスにお乗りいただいていたと聞いているのですが、どうしてキックスだったのでしょうか。はい、伊藤さんにはですね、約半年間ではありますが、少しでも先進技術ですねを搭載した日産車、今の現行ラインナップにも乗っていただけたらということでですね、ご相談いたしまして、伊藤さんのご希望でもありました日産キックス e パワーの方に対応させていただきました。はい、伊藤さん、実際にキックス乗られてみていかがでしたか。そうですね、私はもう本当に何しろ30年間この車を乗り続けていたので先進技術というのが全く分からなくて、でも本当に新鮮でしたね。特にこの冬寒くなってからは、ハンドルと、シートにヒーターがついていて、もうエアコンつけなくても本当に速攻温まるので、運転しやすくて、で快適で、何しろ e パワーっていうものが、こんなにガソリンをいらない車なんだと思って、シーマは、排オク、リッター4キロしか走らないんですけど、もう2ヶ月ぐらい給油しなくても全然ガソリンがいらないんだと思って、本当に驚く毎日でした。加速もいいですよね。加速も本当に、坂道の発進とかも本当軽々、あとワンペダルっていうので、ほぼアクセルしか踏まないで運転できてしまうっていうところもちょっとびっくりしました。また一つ日産の魅力を感じていただけたのではないでしょうか。そうですね、はい、はい。さて、それではいよいよですね、愛車シーマとのご対面となりますが、今の率直な気持ちをお聞かせいただけますか。いや、もう約8ヶ月ぐらい、お別れしてたので、30年間にこんなに長い間会わないっていうことはなかったので、本当に毎日のように夢見ていたので、本当に今日はドキドキです。はい、非常に楽しみにされている気持ちが伝わってきました。それではいよいよお披露目とさせていただきます。してくれるかもしれないって言われて、だってそうすればもっと長く乗れるってことじゃないですか。お父様の愛情、愛着が感じられる車だと思います。新車に近づけられるように頑張りたいと思います。綺麗になってるのかなとか、色は本当に復元されてるのかなとか、いろいろ想像はしてます、うん、期待してます。伊藤さん、いかがですか。約半年ぶりに愛車シーマとの再会となりました。今の率直な気持ち、もうちょっとびっくりしたんですけどすごい、あまりにもピカピカで、あと新車の香りがしますびっくりです。すごく驚いた表情が伝わってきました。ありがとうございます。それではですね、無事に修復作業が完了いたしましたので、
松村さんより鍵のご返却です。松村さん、伊藤さん、ステージの中央へお願いいたします。こんなに喜んでいただけるなんて本当に日産社員としても本当にありがたいですし、こんな嬉しい限りでございます。また伊藤様、あの定年までじゃないです、ごめん、免許返納まで、あの、はい、お乗りいただきたいということでしたので、はい、長く乗っていただけたらなと思います。もちろんです。あの、最近免許を取った娘もにも乗り継いで行ってもらいたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それではですね、あの、プレスの皆様、フォトチャンスになりますのでぜひお取りください。それよりまずはカメラに目線をお願いいたします。皆様よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。それではお戻りください。いただきました。ありがとうございます。すごい。わ、シートも変わってる。はい、あのシートも、あのもちろんレザーにすることや、はい、いろんなこう最新のものにすることもできたんですけれども、伊藤様のご希望である、あのできたら一番好きだったシーマの形を残してっていうお気持ちと、はい、あと車が大変状態が良かったので、本当に車と伊藤様のお気持ちに寄り添った元気なところは元気なところで残して、あの弱っているところを手当てしてあげるというレストアを我々心がけて今の形にさせていただきました。はい、あ、ハンドルも変わってる。ハンドルのこの何包んであるところなんて言うんですか、カバーちょっと擦れてたんですよね。そうですね、はい、わー嬉しい。ちょっと運転できないかも私。いやいやいや、ぜひ、あのお車が気になるところではありますが、はいはい、ここで実際に修復作業を担当いたしました株式会社オーテックジャパン生産技術製造部一品手配設計グループ松木よりレストアについての全体所感をお伝えさせていただきます。松木さん、よろしくお願いいたします。はい、オーテックジャパンの松木と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。シーマの修復作業について詳しく伺っていきたいと思います。まず今回のレストアでこだわった点などあれば お伺いできますでしょうか。はい、まずですね、 SNS の投稿動画で皆さん見られていると思うんですが、あのエンジンを下ろしまして、ドアとかも外して、ホワイトボディに近い状態まで持っていって、全塗装をしております。ですので、エンジンの乗せ下ろし等ですね、非常に気を使った作業が多く発生しておりました。それと、あの伊藤さんが今お話にあった通り、シートとシートベルトのところですね、気にされていましたので、新しいものを新たに作りまして取り付けてあります。はい、さらにシートベルトですね、シートベルトに関しましては、安全の評価をしたものをですね、協力会社の方に作っていただきまして、なんとか取り付けることができたという形になっております。はい、さまざまな作業を行われていたと思うのですが、はい、走行性のチェックなどは行いましたか。はい、いわゆる車の走りのところですね、伊藤さんかなりこだわりを持たれていたと聞いておりましたので、我々としてもですね、こだわりをちょっと、入れてあります。エアサスペンションの交換は当然なんですけど、弊社に、40年間車種評価をしているテストドライバーがいるんですね。あ、その方に乗ってもらって、評価さらに調整までしてありますので、非常に車としてはコンディションの良い状態になっております。うわ、嬉しい。はい、ですので、ドライビングを楽しんでいただけたらなと思っております。はい、ありがとうございます。伊藤さん、今のお話を聞いてますます早く乗りたくなったのではないでしょうか。そうですね、もうできればサーキットとかで乗ってみたいぐらいです。はい、はい、ありがとうございます。そうですね、この半年間の修復作業を終えて蘇ったシーマが
明日からこちらの日産クロッシングで期間限定展示を行えることになりました。はい、伊藤さん、いろんな方に見ていただきたいですね。そうですね、最初は1週間の予定だったんですけれども、1週間だと土日が1回しかないので、2週間にしてできれば遠方の方も来られるように、本当に皆さんこう注目してくださっているので、ぜひ画面だけではなく実物も細かいところまで見てほしいと思います。はい、ぜひ多くの方に見ていただきたいです。そうですね。はい、伊藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。アンベールされた瞬間涙を流されていましたが、生まれ変わった島を見た感想を改めて聞かせてください。いや、もう私の車じゃないみたいに綺麗になって、ボンネットとか横の方はちょっと塗装が剥げかけてたので、父親と2人でヤスリをかけて、あとこのペンキも特注で取り寄せて半年ぐらいかかって塗装したんですけど、やっぱりすごいまだらになっちゃったんですよね。それがもう嘘のように綺麗になってて本当に驚いて、あともう匂いが、新車の匂いがするんです。今乗ってるキックスも新車の香りなんですけど、同じ匂いがしてちょっとそれも驚きました。はい、はい、この約8ヶ月間シーマがない生活はどのような心境でしたか？いや、キックスがあったので車生活はもう何の支障もなかったんですけれども、やっぱりなんか夢に何回も出てくるんですよ、シーマが。ちょっとその出てくるたびにツイッターでつぶやいてたんですけど、すごい豪華仕様になって、後ろがリビングみたいに改装しときましたとかあとこの横のドアのところに液晶のなんか画面が出て宣伝が出るので、ちょっと1時間走るごとに1000円入りますとかなんかすごいとんでもない改装したシーマが夢に何回も現れてきて、ちょっと自分でもびっくりしちゃったんですけど、あ、こんなに私シーマと離れるのなんか寂しかったんだと夢を見るたびに思ってました。はい、レストア中も SNS を中心に多くの方が注目をしていました。はい、ここまで長くにわたって注目が集まったことに対してはどのように感じられてますか？いや、そうですね、改めてこのシーマっていう車の人気がまだ衰えてないっていうところと、あとやっぱり30年乗ってきてよかったなって実感しました。はい、はい、そのシーマ、明日から、こちらで展示されますが、はい、どのようなところに注目して見てもらいたいと思いますか？やっぱり全部、できればエンジンルームとかも開けて皆さんに見てもらえたらいいんですけど、ちょっと分かんないですけどね。なかなかここの台がありますので、 あと伊藤さんはこうおっしゃってくださるんですけど、個人のお車なので私たちもちょっと責任を持って綺麗、はい、に2週間後お返ししたいなという思いもあるので、ここまでお客様のことを応援してくださる方のことを思ってくださることに本当に感謝しかございません。いや、もうぜひね、この日産の技術をのレストア力というのを皆さんに細かいところまで見ていただきたいです。はい、伊藤さんへの最後の質問で、今もお話にあったんですが、レストアを担当された方々へのお言葉があればお願いします。いや、もちろん本当に感謝の気持ちでいっぱいです。あとはなんか足りない部品を寄付してくださったりとか、そういう方もいらっしゃったので、本当に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。はい、では続いて日産自動車さん側にお願いします。はい、先ほどもお話ありましたが、SNS を中心に多くの方がレストアの経緯に、注目していました。ここまで注目がされたことに対してどのように感じられてますか？はい、本当にありがたいことですし、何よりも伊藤さんにすごく綺麗に30年間もう長い間ですね、ご愛用いただいてたということが、私たちも自動車会社妙理につきますし、そこがお客様もすごく感銘というか同じような思いで共感いただいたと思ってます。で、レストアしていく中でお客様から
まさに今やっちゃえ日産だ、今こそ技術の日産だろうというあの応援のコメントも SNS 等でたくさんいただいておりまして、それが私たちの励みになりました。このレストアにかかった総費用などは分かりますでしょうか。気になりますよね。すごくあの本当に先ほど伊藤さんが涙流してくださってプライスレスだなっていうふうにはお答えしたいところではあるんですけれども、あのたくさんのサプライヤーさんがあのご提供いただいたパーツもございますので、一概にこう換算するところは難しいところはあるんですが、あの参考としましては、まあ、新車の当時の新車 の, あの価格は優に超えているかなということで、あの答えさせてください。先ほど伊藤さん涙を流されていましたが、あのシーマをお返しできてどのような心境ですか。いや本当に、ようやくこの日が迎えられて、やはり我々責任を持ってあの技術の日産と言っているからには、さらに伊藤さんからお披露目しましょうと言っていただいているからには、きちんとしたが誠実なレストアを心がけたいと思っていましたので、本当に今日の日を迎えられてあの嬉しく思っております。伊藤さんのシーマを今後サポートしていくお考えはありますでしょうか。そうですね、もともと伊藤さんが こまめにあのディーラー販売店の方にあの通われていたこともあって、すごく状態が良かったこともあります。でその販売店と今回のレストアもかなり連携を取らせていただいておりますので、今後も責任を持って販売店の方でメンテナンスをさせていただく予定でございます。最後の質問になります。今回日産オーナーからレストアへの要望が多数あったかと思いますが、今後日産自動車としてレストアサービスやプロジェクトは検討していますでしょうか。そうですね、一部ですね、ニスモではレストアのサービスをすでに行っているんですけれども、車種を広げてっていうところに行きましてはまだちょっと課題もございますので、その課題をちょっと解決していかないと今後の展開は難しいところもございますので、ちょっと今のところ全体としては未定にはなっております。はい、代表質問以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。その他今回のシーマにレストアに関するご質問でムービーの方ある方はございますでしょうか。ちょっとお時間の関係で3、4問になってしまうんですが、はい、お願いいたします。よろしくお願いします。読売テレビ神谷と言います。伊藤さんにお伺いいたします。まずレストアの完成とお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。今日お誕生日の日にお披露目ということですけども、その辺は改めていかがですか。いやもう本当に55年生きてきてよかった今まで生きてきた中の最高のプレゼントです。ちょっと質問ダブルかもしれないんですけど、先ほどの涙はどういう思いから涙がこみ上げてきたんでしょうか。いやもう久しぶりに会えたっていうのと、もう想像以上に綺麗に仕上がってたので驚きと、なんかいろんな複雑な心境がちょっと涙出てしまいました、はい。約30年ということですけども、はい、この正確には何歳の時にシーマとどういうことでシーマと出会ったのかということを、何歳だったかな、平成2年から乗ってるんですけれども、平成2年の10月から乗っていまして、でうちの父親が日産の社員だったこともあって、で日産の車しかうちは乗ったことがないんです、うちの家族は。で最初父が乗ってたサニー、スタンザで、自分で初めて買ったエクサで、ローレルの次がシーマだったんですけど、ローレルの次に何を買おうと思って、なんかちょっとデーラーの方に行ったらシーマとスカイライン GTR が並べて置いてあって、GTR ってすごい憧れの車だったので、そっちにしようかと思ったら、当時同じ時期に運転免許を取った母が、50代で運転免許を取ったんですけど、どうかマニュアル車はやめてくれと私が乗れなくなるって言われて、でシーマに決めたんですよ。で母も気に入って結構最初は乗ってて、今も80代になってしまったので運転はしてないんですけれども、本当家族みんなが好きな車で、なんといっても娘が生まれて初めて乗った
車もシーマですし、免許を取って今もう20歳なんですけど、18の時に免許を取って初めて運転した車もシーマなんですね。だから娘にとっても本当に思い出深いあの車ですし、娘はなんかその時ティーダーもあったんですけど、ティーダーは小ぶりで運転しやすいんですが、シーマの方が運転しやすいって言ってました。やっぱり乗ってる年月が長いからですかね。なんか娘もとってもお気に入りで、今はキックスの方が好きみたいですけど、はい、お子さんよりもシーマとの付き合いのが長いわけですよね。そうです、娘は20歳なのでシーマプラス10年独身の時から一緒で、はい、当時のシーマって多分相当高級な車だったと思うんですけども。そうですね、ちょっとコマーシャルのギャラが入ったのでそれで買いましたおいくらだったんですか？500万です。500万、はい、でも今のシーマを買おうとすると500万じゃちょっと手に入らないんですよね。今もっと高級車になってしまって、で今のシーマに買い替えませんかって日産から言われたんですけど、でも運転してみたらすごくもう大きすぎてちょっと私には無理かなと思って、はい。レストラは先ほども新車以上の値段ってことは、それ500万以上かかってるってことですよね多分。そうですねどうですか、改めて30年乗ると思いましたかこの車。いや途中で、10万キロ乗った時点でちょっとエンストを繰り返したので、その時にあのエンジンありますかって聞いたら5台だけありますって言われて、もうこの時に変えないと多分乗れなくなるなと思って、エンジンを買い替えた時にあの乗せ替えた時にもう一生乗る車だなと思って、そこから本当に大事に大事に、もうでも後半の方、去年とかはもうあの仕事にはもう車使わなかったんですよ。あんまり長距離、東京に出てくる時も電車でなるべく車を使わない生活にしてたんですけど、まあレストアしていただいたのでこれからはどんどん乗ります。じゃあ、はい、あと30年乗ってください。じゃあ、あと30年はね、でもあと30年したら私85歳になっちゃうもう多分、でも娘に乗り継いで行ってもらいたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ですか、スチールの方はご質問ある方は大丈夫でしょうか。今回のリスターのことで、はい、お願いします。あ、すみません、放置新聞の増田です。あの最後にあのこれ自分のところに帰ってきた時にあのこの車でどこに行きたいかっていうのは決めてたりされてるんですか？いやどうしよう、なんか恐ろしくて車庫から出せないかなと思ってるんですけど、まずあのちょっとあのキックスと交換する時が初のドライブなので、横浜から家までの道をちょっと楽しみながら帰りたいなと思ってます。あとは毎年あの福島にお墓参りに行くんですけど、そういう長距離も乗ってみたいなと思ってます。